皆さんこんにちは、これから大岩スポーツの、社員試乗研修ということで、来シーズンの、スキーを、テストいたします、これによって皆様に、いいスキーを少しでも提供できるように、頑張って滑りますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、今回の、私の気に入りの板はアルマダ、82TI です、非常に軽くて、どんな雪質でもバランスよく滑って降りてこれます、特に技術的なものですね、テクニカルに受ける、呼吸に受けるというところじゃなくてスキーとしてスキー楽しみたいという方には絶対におすすめの一台になります、はい、皆さんぜひ買いに来てください。はい、もう1台のおすすめの、スキーは、ケオツ AP ですね、今年からトップの形状が、ちょっと、角張って、形状が変わりました。従来の小笠原のたわみを生かした板からトップから噛んでいける、非常にずるい1台となっています、一級からテクニカルを目指す方に非常に、いいんではないかなと思います。技術志向を上達したい方はぜひこちらの1台おすすめです。私のおすすめしたい機材はこちら小笠原さんの、ケオツの AD セカンド機種ですね。でこちらは、一機をお持ちの方でも十分に、不足なく持っていけると思います。あとはこれから一機チャレンジしていきたいという方も非常に乗りやすい、練習しやすい板かなと思います。ぜひ皆さんこれでスキー上達してみてください。私のおすすめの1台、こちらのシニョールさんの、スーパービラージュテックの8という機種ですね。でこちらは、1級をもうお持ちの方がこれからテクニカルを目指したりとか、あとは巡視なんかを目指すときに非常に扱いやすくて、重量感もあって安定感もある板だと思います。気持ちよくカービングターンをするのにも適していると思いますので、これからどんどん上達をしていきたい方はぜひ乗ってみてください。よろしくお願いします。ストックリーの MX こちら、来シーズンモデルチェンジになりまして非常に軽くて扱いやすいですが、しっかりグリップします。軽快にターンができるので、これは年齢男性女性問わず非常に楽しいスキーができると思います。おすすめの1台です。今回ちょっと、テイストが違って太めの板です。フォルクルのブレイズ94、こちらセンター幅広めですが全体に板も太めです。なのでオールラウンド雪選ばずに楽しめます、パウダーも楽しく滑れますし、ゲレンデも普通にカービングはできますので非常に楽しく、1日滑れる板だと思います。